こんにちは、ごまおです。本日は、住信 SBI ネット銀行5つの上手な使い方というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。住信 SBI ネット銀行っていうね、まあ、いわゆるネット銀行ですけれども、こちらね、非常にたくさんのメリットがありますので、それをね、ご紹介していきたいと思います。金利アップとかね、手数料無料のね、サービスとかいっぱいありますんで、こちらね、極めていけばかなりお得な節約生活に役立つのかなと思います。悩める会社員を救うお金の知識伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はこんな人ですね。ネット銀行を上手に使いたいと思っている方、 ATM とか振込手数料をなんとか節約したいと思っている方、上手にお金の管理をしたいと思っている方ですね。それでは参りましょう。結論からですね、住信 SBI ネット銀行5つの上手な使い方。1つ目、定額自動振込が手数料無料は厚い。2番目、条件を満たせば他行振込手数料が複数回無料。3番目、口座に目的別名称を付けることが可能で管理がしやすい。4番目、ハイブリッド預金なら SBI 証券の資金余力に反映できるし、金利も上がって一石二鳥。5番目、米国株投資するなら為替も外貨定期積み立てで手数料激安と。こんだけね、すごいメリットが5つもありますね。それぞれね、ちょっと詳しく深掘りして解説していきたいと思います。まず1番目、定額自動振込が手数料無料は厚いと。これがね、ごまおが実際にこの SBI ネット銀行を作るきっかけとなったね、機能ですね。当時ですね、まあ、4年ぐらい前に開設したんですけども、SBI ネット銀行ね。これ当時、賃貸借りてまして、その家賃の振り込む方法について悩んでいました。クレジットカード払いっていうのがね、できなかったんですね。まあ、なかなかクレジットカード払い、家賃がね、できるところって少ないと思うんですよ。だから、まあ、銀行振り込みしてくださいっていうことだったんですよ。で、まあ、その時は、まあ、メガバンク使ってまして、その家賃をこう毎月自動振り込みにね、したいなと思ったんです。その毎月毎月ね、自分で、ね、やるの手間じゃないですか。忘れちゃうかもしれないです。忘れるとね、またなんか、信用を失ったりするのも嫌だなと思ったんで、その、まあ、じゃあ毎月自動振り込みしようと思ってね、そのメガバンクの窓口までわざわざ行って、その自動振り込みしたいんですけどって相談したら、毎月756円の手数料がかかりますと言われたんですよ。え、そんなにかかんの?みたいな。で、当時、まあ、9万円ぐらいですかね。まあ、結婚して妻とね、二人暮らしをしようとしてたんで、そのところに行ってたんですけど、9万円の家賃に対して756円も取られると。まあ、1% は取られないけど、まあね、0. 何%か取られると。いや、それはちょっとかかりすぎだよな。ちょっと、いや、ね、振り込むぐらい0円でなんとかしろよってね、まあ、当時思ってたんですけど、まあ、なんか方法ないかなと思って。で、まあ、一応メガバンクで、ね、調べたら、そのネットバンキングっていうのもあって、預金残高、まあ、何十万円以上とかね、預金残高あれば、まあ、その振込手数料っていうのは無料になったんですよ。その、毎月1回ぐらいはね。で、でもそれでもやっぱり手動だったんですよ。自動的にっていうのはできなくて、毎月手動でね、やんなきゃいけなくて、ちょっとそのね、面倒だなーっていうのは思ってたんですよ。で、これを解決するのが、この住信 SBI ネット銀行の定額自動振込機能でした。という話ですね。で、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあ、これ SBI ネット銀行のね、管理画面、ですけども、まあ、このね、商品サービスっていうね、ここをクリックすると、こう、いろんなね、機能が出てきまして、これですね、この振込み振替支払い、ここをクリックしてみましょう。ここを押すと、どうなるかっていうと、まあ、こういう画面になりますね。振込み振替し、支払い。で、ここに、この便利な振込みサービスっていうのが出てきます。定額自動振込。これですよ。これが素晴らしい。毎日月の決まった日に自動でお振り込み、家賃や授業料のお支払いなどにということでね、これまあ詳しく解説した図がこちらですね。お客様、あなたが振り先金額を指定して、まあ、自分の口座から、まあ、家賃とかですね、これを毎月ね、自動的に振り込むことができるっていう機能ですよって、ね、振り込み忘れて慌てることもありませんということでね、これ無料でできるんですよ。これ素晴らしすぎますよね。もうこれ使うしかないということで、まあ、SBI ネット銀行ね、速攻で解説しましたね。まあ、この機能があるのね、素晴らしいですよね。あとはね、これ、定額自動入金もありますよ。自動で他行から引き落として、この SBI ネット銀行に、
入金させることもできます。これも無料でできるんですよ。勝手にこっち、このね、SBI 銀行から指示しただけで勝手に入金されるっていうね、指示ができます。例えば、メガバンクで、給与ね、振り込みを指定してるんだったら、そこからね、毎月いくら分かはこっちに、移動させといて、で、さらに、例えば家賃分とかですね、家賃分、例えば10万円ぐらいを自動的に SBI 銀行に入金させといて、その10万円をそのまま毎月自動振り込みで、その家賃の支払い先の銀行に、自動的に振り込むっていうね、この、勝手に入金して勝手に振り込みできるみたいなね、これができるんですよ。これもう素晴らしすぎる。ね、もう忘れないんですよね。もう設定したことを忘れるぐらい忘れないです。こんな感じですね。で、サービスの詳細もちょっと見ていくことができます。登録件数10件までできます。もうすごいですね。こんなにいらないよってぐらいできます。で、自動振り込みの設定方法ですね。で、毎月の特定日、もう何日に、とか何曜日にとかね、選択できます。で、これが無料。手数料無料です。口座、住信ね、ネット銀行。無料 で、ランクに応じて、他の金融機関宛てだとね、他の金融機関宛てには、ランクに応じて、月に1回から15回まで無料ということで、ここはね、ちょっと注意しなきゃいけないですね。大体でも家賃の振り込みとかね、こういうの、他の金融機関宛てになってると思うんで、ここをチェックしておきましょう。ちょっとランクを上げなきゃいけないっていうことだけ注意しておきましょうね。はい。っていう、あとは、ま、この定額自動入金のサービスですね。さっきも言ったようなね、やつがありますよっていうことですね。はい。で、ちょっとこのランク上げる方法についてはね、後でちょっと説明したいと思います。で、続きまして2番目。条件を満たせば他行振込手数料が複数回無料ということでね。先ほどのね、家賃振込みと、などにも関係しますけれども、何かとね、振込みの手間が発生する場合がありますよね。自分のね、他の口座、他の銀行の口座とかにも資金を移動させたい時もあるだろうし、家族のね、奥さんとか、あと自分の親とかの間で資金移動させたい時もありますよね。で、あと、ヤフオクとかで頻繁に引きしてる人はね、その、振込手数料をね、買い物したり、すると思うので、その時に、ね、振込手数料があんまりね、しょっちゅうかかってた場合にならないじゃないですか。そういうのをね、なるべく無料にしたいと。そんな時におすすめなのが、この、他行振込手数料が複数回無料っていうやつですね。これは、やっぱりランクを上げる必要があるんですよね。で、この、住信 SBI ネット銀行のランクっていうのが、4段階ありまして、それぞれによって、振込手数料、無料回数っていうのが決まっています。でも、ランク1っていうのは、無条件でなれるので、これは、別に何もしなくていいです。毎月ね、1回だけの、この振込みだったら別に何もしなくても月1回無料なんで、他の金融機関宛てに無料にできますので、これで OK です。ただ、月にもうちょっとね、複数回やりたいって人は、ちょっとランクをね、上げなきゃいけないです。ATM ご利用のね、手数料も無料になるので、こういうのも上げとくとね、便利かなと思います。ATM ね、手数料なんてね、絶対もう取られちゃ、1円も取られちゃいけないと思いますよ。もうこんなのね、自分のお金をね、ただ引き出すだけで、そんな、手数料ね、取られるなんてね、そんなバカみたいな話ないんで、しかもね、1回に200何円とか取られるの、本当に無駄だと思いますよ。本当、1万円下ろすだけで200円とか取られたらね、もう 2% も取られるわけですから、そんな 2% をね、預金の金利でね、得ようと思ったらもうとんでもないですから、今 0.001% とかね、しかね、金利つかない時代に、そんな、ATM 手数料とか取られてたらもう本当節約なんてね、ほど遠い話になってしまいます。だからね、これは ATM 手数料もですね、ちょっと今回とは別の話ですけど、これはね、取られないようにしましょう。はい。で、具体的なランクの上げ方は、その詳細条件っていうのがね、銀行のページ見ればね、いろいろ書いてあるんで、ちょっとそこら辺は詳しく読み込んでいただければと思いますけれども、まずやりやすいランク2からちょっと見てみましょうか。ランク2に関してましては、このいずれかの条件を満たしてくださいっていう話ですね。まずね、総預金の月末残高が30万円以上ですね。これだったら割と達成しやすいんじゃないですかね、と思いますね。ある程度ね、貯金ある人だったら、ある程度30万円ぐらいね、移しとけばいいだけですから、それだけで、ランク2に上がります。ランク2はどういう条件かっていうと、ATM 手数料もね、5回まで無料ですし、月に3回までね、振り込み、他行宛てのね、
振込手数料無料になりますね。今後くらいまでね、ランク2ぐらいにしとけば、もう全然、嬉しいんじゃないかなと思いますね。で、ちなみにゴマはランク3までね、上げてます。ランク3まで上げるにはどうするかっていうと、まあ、ここの下記のいずれかのね、条件ですね、ランク3は。まずは預金、月末なんかが300万円以上ということで、これはね、ちょっと達成できてないですね、ゴマは。ゴマはもうほとんど、投資、株式、運用ですね。にちょっと資金を振り分けてるんで、あんまり現金をそこまで持ってないので、ここまでは用意してきてないです。で、何をやってるかっていうと、住宅ローンを利用してますね、ごまはね。SBI ネット銀行で住宅ローンを借りてるので、それが当てはまってるのでね、該当してますということです。で、あとは、まあ、他にも、まあ、外貨預金とかね、やってるだけとかでもいいですし、給与のね、振込口座にしちゃえばいいっていうのもありますし、まあ、ここら辺はね、この、条件のうち3つ以上該当とかね、なるとですけども、まあ、比較的やりやすいかなと思いますね、ここら辺でもね。300万円以上、まあ、ちょっと人によっては厳しいですね。ロボットアドバイザー、これはウェルスナビとかですけども、月末時点で100万円以上運用とかね。まあ、これはちょっとね、投資やってる人以外だとちょっと厳しいかなっていう感じですよね。で、まあ、ランク4を一応見ておきますけど、これは結構大変ですね。こういう外貨と仕組み預金が500万円以上で、外貨預金と月末残高が300万円以上の住宅ローン利用と。これはなかなか大変っちゃ大変なんで、まあ、ランク3ぐらいまで目指せればいいかなぐらいです。ランク2でも全然十分かなと思いますけどね。感じです。で、続きまして、口座にね、目的別名称を付けることが可能で管理がしやすいというお話ですね。貯蓄用の口座を別に作って、それには手をつけないようにしましょうみたいなね、などの方法を聞いたことありませんかね。これはなんか節約あるあるみたいな感じなんですよ。まあ、ここ貯蓄用の口座みたいな感じで、こっちはまあ普段の支払い用の口座みたいな感じで口座を分けるっていうのはね。それはまあ確かに有効な方法だと思います。もう貯蓄用の口座にはまあ手をつけないっていうのはいいですよね。で、目的ごとにね、新しい銀行口座を増やしていては、まあ、管理の手間が増えるだけかなとも思うんですよ。その通帳いっぱい、そんな何もいくつも持っててもね、管理大変じゃないですか。で、その点ですね、住信 SBI ネット銀行は、この銀行の中に複数の口座を持つことができるんですよ。まあ、実際には口座番号は一つしかないので、その仮想的な口座を作っているようなものなんですけども、まあ、こんな感じでね、振り分けておけば、使いすぎたりはしにくいっていうことですね。で、その仮想口座の中の資金移動ってもう指示すれば簡単にできます。で、もちろんこれは無料で何回でもできるっていうやつなんですね。まあ、具体的にどういうかとかっていうと、こんな感じでゴマを管理しています。これ実際のゴマの、管理して口座なんですけども、円普通預金の口座はこれだけ、分けてます。1、2、3、4、5、6、6口座に分けてます。代表口座っていうのが、まあ、これが別に何もしなくても最初からある口座ですね。これが口座がありまして、まず。で、あと他に別に5つ口座を自分で作ってます。これは別に名前自分で登録してやればいいんですよね。で、まずは1つ目、長男の児童手当小遣いということで、子供生まれると、国から児童手当っていうね、まあ、国からか、まあ、ちょっと自治体からか、ちょっとあれですか、自治体からかな、児童手当もらえるんですけども、それがまあ3歳までは、毎月1万5000円と、3歳以上から15歳までは、毎月1万円かな、もらえるんですよ。で、これはね、全部ちゃんと貯めようかなと思ってまして、それ用の口座ですね。で、あと、お小遣い、お年玉とかももらえる時があるんで、それも手つけずにこう貯めとこうかなっていうための口座ですね。別に、長男の名前でね、別の口座作ってもいいんですけど、まあまあいいかなと思って、自分の口座でね、名前振り分けて作ってます。で、あと修繕積立金ということで、ごまは住宅ローン組んで持ち家ありますので、それの修繕費ですね、10年に1回ぐらいはちょっとまとまった修繕しようかなと考えてるんで、それを貯めてるっていう状態のお金ですね。あとは義父お小遣いということで、まあなんかたまにお小遣いくれるんですよね。なんか別にいらないって言ってるんだけどと思って、まあじゃあちょっと貯めておこうかなと思って、それ貯めて、まあもしね、義父の、まあ、今後ね、
体が悪くなったとかいう時に必要なお金として、まあ、使えればいいかなっていう感じで貯めてます。で、あと固定資産ですよね。これもまあ持ち家なんで、積み立てして してます。で、あと、次男も今年生まれまして、その児童手当小遣いですね。これも振り分けてます。で、もうちょっとね、なんかもういくつか口座増やそうかななんて思ってます。もっとなんか、自分のね、欲しいものを買うためのやつとか、まあ必要な経費みたいな感じですよね。家電用とかね。今度電動自転車みたいな妻が欲しいって言ってるんで、それ用の口座とかもちょっと貯める用の口座作ってみようかなとかね。あとなんかプレゼント用の口座とかもいいですよね。なんかお世話になった人にプレゼントするために貯めておくお金みたいなのもあったらいいなと思ってます。っていうのが、まあ自由にね、これ作れるんですよね。で、これをこう振り返ってやればいろんなところにこう振り分けられて自由にできます。で、あと SBI ハイブリッド預金っていうのも別にありまして、これはね、投資する人には必要なやつですね。で、あと外貨普通預金で、この外貨でも貯めておく。まあ、グマは US ドル、アメリカの米ドルですね、を貯めてます。これは米国株を買うために、振り分けてるっていう感じですね。で、あと一番下にお借り入れっていうことで、これは住宅ローンのやつですね。この銀行でも借りてるんで、こんな感じで、まあ、フル活用してますね。ごまとしてはね、この SBI ネット銀行ね。はい、そんな感じです。で、4番目のハイブリッド預金なら SBI 証券の資金余力に反映できるし、金利も上がって一石二鳥ということで、ハイブリッド預金口座っていうのがね、普通の口座とは別に円の普通預金口座とは別にあります。で、ここに入れておくと金利が高いんですよね。どのぐらい高いかっていうと、下の図に、この円普通預金だと 0.001% の金利しかつかないと、ちょっとひどいくらいつかないですけどね。それが一応10倍かな、の 0.01% の金利がつきますよって、まあまあ、まだましかなぐらいしかつかないですけどね。まあそれでもハイブリッド預金に入れておけばいいんじゃないかなと思います。で、これは何のためにやるかっていうと、まあ、金利を上げるためっていうのと、あとその口座の資金を使って株式や投資信託を購入することができるんですよ。まあ、別にその SBI 証券のその証券口座っていうのを開かないといけないんですけど、まあ、そことリンクしてるっていう感じですね。証券会社にわざわざこの資金移動する必要がありません。手数料がかかることもなく、SBI 証券で、その株を買うことができる資金になるということです。まあ、金利を上げつつ、資金、このね、投資資金にもなるということでね。まあ別に投資しない人でも別にこっちに置いとけばいいと思いますよ。ハイブリッド預金の方にね。ただ注意点としては、そのハイブリッド預金にしておくと、普段その引き落としとかに使っている、さっきの定額自動入金とかですね、あれ使っているのは代表のこの円普通預金の方から引き出されるので、全部ね、ハイブリッド預金の方に入れといちゃうと、資金が足りませんみたいなことになりかねないので、それだけ注意してください。ということですね。で、最後5番目、米国株投資するなら為替も外貨定期積み立てで手数料激安っていうね、メリットがあります。で、これどういうことかっていうと、まあ、ここはもう本当投資する人、米国株に投資する人だけ、見ていただければいいです。暗号飛ばしていただけて結構なんですけど、その時にね、まあ、これが現時点では、まあ、SBI 証券と SBI ネット銀行を使うのがセットとにするのが一番有利かなというお話です。セットですね。特に米国株と ETF を購入する際に、ドルを準備して、US ドルですね。アメリカの米ドルを準備して購入した方が、為替手数料が取られない分有利になるっていう、ことがあります。で、ドルを調達するためには、その為替手数料を最安に抑える方法が、いいんですけども、それに、スミシン SBI ネット銀行の外貨積み立ての機能を使うのが一番お得かなと考えております。例えば、毎営業日に1日1万円分をドルに換えるという指示を出しておけば、こう自動的にね、ドルを購入してくれるっていうシステムがあります。これはね、非常に便利ですね。で、為替は毎日のように変動しますので、一度にね、まとめてドル転すると、一気に円高になった時に損します。今、まあ、1ドル110円ぐらいだと思いますけども、まあ、今、110円だから、まあ、まとめてね、まあ、じゃあ1万ドルとか買って、まあ、110万円分とかになりますかね。で、買って、で、明日一気に1ドル90円とかになっちゃったら、まあ、90万円で買えたのに、110万円で出して買ったわけですから、20万円も損しちゃうみたいな感じになっちゃいますよね。まあ、いきなりそんな20円も下がるってことないですけど、まあね、ちょっと下がったらやっぱ嫌じゃないですか。だからなんで、これをまあ平均化するためにドルコスト平均法っていうのを使って定額で定期積み立てをすることっていうのが可能ですね。まあ今日、
明日下がっても、まあ明日もちょっとずつ買って、今日もちょっと買って、明後日もちょっと買ってっていうのをどんどん積み立てていけば、まあ取得価格が平均化できるっていうですね。で、このシステムを使うことで、1ドルにつき為替手数料はたったの2銭しかかかんないんですね。で、一般的には為替手数料は1ドルにつき25銭もかかるので、この差はね、かなり出てくるのかなと思います。で、ちょっとここの今話した話は結構難しい話をざーっと話しちゃったんで、これは別の動画で解説しております。こう手数料最安っていうね、このSBI銀行でドル転じて SBI 証券で米国株購入する方法っていうことで、ね、別動画撮ってありますんで、ちょっと詳しく知りたい方はそっちをね、また見ていただければと思います。リンクを貼っておきますね。はい、そんな感じで、まあ、5つね、SBI ネット銀行、5つの上手の使い方ということでご紹介しました。本当にね、使い倒せばね、相当使いやすい機能だと思います。もう解説しない手はないっていうかね、まあ、別に解説しただけしてもね、無料です。できますから、別に持っとくだけで損はないかなというふうに思います。まあ、これをきっかけにね、便利さ気づいて、SBI 証券も解説して投資を始めるっていうのでもいいのかなというふうに思います。まあね、投資の情報とかどんどん発信しているので、まあ、僕のチャンネルをずっと見ていただければ、自然とね、投資も始めやすいかなというふうに思います。はい、こんな感じでうつ病になりそうなくらい会社が辛い人、節約、米国か副業で今を変えた人に向けて短期間元にね、有益な情報を発信をしていますので、このチャンネルね、今のお話とか有益だなと思っていただければ、チャンネル登録をね、ぜひしていただければ、今後もね、有益な情報はどんどん発信していこうと思いますので、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。